ごいすごいすごいすごい。わかわいい。うすごっ。商品じゃん。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。皆さんこんにちは、瀬田からです。今回は X ツールさんより、レーザー彫刻機とオプション品もろもろ、商品提供していただきましたのでご紹介していきたいと思います。本当にねすんごいんですよ。今回ね送っていただいたのが X ツールの F1、 小型のタイプで手持ち携帯可能なタイプを選びました。デュアルレーザーで高速、様々な素材に彫刻できてしまう、すんごいマシンなんです。詳しくは概要欄に公式ホームページをリンク貼っておきますので、合わせて確認してみてください。ちなみに本体価格は26万3000円税込みなんですが、今なら21万5千円で買えます。ということで早速それぞれの商品、梱包内容の紹介をしていきたいと思います。商品パッケージはしっかりと丁寧な感じに収まっているので好印象です。あ、かっこいいじゃん。レーザー彫刻機本体、想像していたよりだいぶね軽いです。パイプ、電源アダプターと電源コード、 USB ケーブル、 L 字型のチグ、1ギメパーツ、レーザーカット用のパネル、 USB タイプのスペアキー、不面布、グリース、取扱説明書、分厚いんですけど数カ国語用なので、日本語ページはね7ページ分と簡潔です。嬉しい素材パック、いろいろな素材が入っているのでお試し用にありがたいです。こちらはオプション品の F1 用デスクトップ空気清浄機、レーザーで焼いていくので、素材によってはね嫌な匂いが出ると思うので合わせて購入したい商品です。梱包内容は空気清浄機本体と電源アダプターケーブル、USB ケーブル、パイプ、取扱説明書、替えのフィルター、こちらも F1 用スライドエクステンション、彫刻エリアを拡大するオプション品です。梱包内容は2種類のクランプと USB ケーブル、六角のドライバー、そしてユーザーマニュアルです。後でね実際に使ってみたいと思います。こちらもオプション品、 RA2 プロ円筒彫刻用の多機能ロータリーです。マグカップとかガラスコップとか、ボールとか指輪とか、パーツの組み替え、さまざまなアタッチメントと組み合わせることでいろんなね円筒状のものに彫刻できるロータリーです。内容物的には組み替え用のパーツやアタッチメント、あと取扱説明書が入っています。 F1 をね買ったらこれもね欲しくなりますよね。彫刻の幅が広がります。後でね使ってみたいと思います。こちらはレーザー保護ゴーグル、オプション品を使うときなど、F1 本体のレーザー保護用シールドを上げて使うときなど使いたい商品です。レーザー彫刻機 F1 を細かく見ていきます。重さは 4.6kg、 見た目以上に、ね、軽くて細長いボディは場所を取らない、設置場所を気にせず使えて、小スペースでしまうことができるのがいいです。全体的にレーザー保護シールド、グリーンのカバーが上下します。作業エリアは 115mm×115mm、オプションのスライドエクステンションを使うことで、400mm まで拡張できます。底板を外すことで、直接下に彫刻、この場所だったら下の白いテーブルに、直接レーザー彫刻することができます。こうやってね持ち上げることもできるので、壁に押し当てて使うこともできます。サイドに回って赤いボタンは緊急停止スイッチ、背面には排気口、 USB タイプの鍵、オプション品とつなぐ USB ポート、電源ポート、スイッチ、横に回ってノブインジケーター、レーザーの焦点を合わせることができます。その下に枠形成ボタン、彫刻範囲をレーザーで教えてくれます。この操作はパソコン側でもできます。ということで早速設置をして準備をしていきたいと思います。設置するのはとても簡単です。コンセントを挿して USB ケーブルをつなぐだけ。彫刻機本体とパソコンもつなげます。スマートフォンからも操作できますが、今回はパソコンから。あと空気清浄機もつなげました。次にやりたいのが X ツール F1 を操作するためのソフトウェアをダウンロードします。説明書に記載されているアドレスからクリエイティブスペースをダウンロードします。選択されたんでここに X1 ツール F1 の機種が表示されてますね。
そしたらこのソフトで、まあ、大体ここにまずイメージ、まあ、これは多分写真とかそういうのが持ってこれるのかな。で挿入で、まあ、線とか長方形とか円とか、まあ、そういうのがこう描けると。でこれは図形かな。デフォルトでまあなんかいろいろと入っているので、まあ、ここら辺のものを入れることができるって感じですかね。結構いろいろとありますね。はいはいはい。でテキストデフォルトでハローって、でここでサイズとか大きさとか位置とかで、ここで例えばセーターからと入力できると。でフォントもまあいろいろと入ってますね。いろいろと選べる。とりあえずこれにしてみて、あとスタイル、まあイタリックとか、まあこれも多分フォントによっていろいろとあるのかな。まあイタリックにしてみようかな。でこんな感じですね。はいはい。OK。とりあえずこれいいかな。まあ、フォントを選択するとここにオブジェクト設定が表示されて、でここでまあいろいろと加工モードとかスコア、彫刻だとまあ全部こう塗りつぶして、スコアだと多分こう輪郭で、切断だとこの文字をね切断してくれるっていう感じだと思います。とりあえずスコアでいいかな。であとここか、レーザーの平面加工、レーザー円筒加工とかオープン平面加工とかいろいろとあるんですが、とりあえずレーザー平面加工で OK。 であとこの素材はとりあえずウッドコースターにしようかな。ウッドコースター、まあサンプルでウッドコースターこれついてたんで、これで最初設定してみます。ウッドコースターね。そうすると素材が選択されたことによって、この電源のパーセンテージ、これ出力かな、あと速度とか、あと加工回数、まあ1回か、まあ1回2回3回とか、これでいけるとか、これでノットコースターをセットして、でこう2つのレーザーがこう出てるんですよね。こうやって2つのレザーが、でこのダイヤルで、この2つのレザーをこう一緒に合わせると、こんな感じかな。もうちょいか。フレーミングボタンを押すと、こうやって輪郭が、まあ、この位置で固定し、彫刻しますよって出るんで、これ分かりやすいですね。結構見やすいです。で、加工。で、スタート。で、ここのボタンを押す。ここですね。ここを押して、スタート。閉めてスタートを押す。早っ。早っ。これで終わり？終わり？終わりなの？おー、できてる。早いね。早っ。しかも綺麗。
なるほどね。これで今1回なんですけど、もうちょっと濃くしたいなと思うんで、もう一回ちょっとやってみようかな。まあ、同じ位置にもう一回。2回目。早いっすね。あと匂いもね、全然、ここでなんか吸ってくれてるので、もう連動型ですね。連動して、レーザーが照射されると、このファンが回って、この清浄機も回って、みたいな感じですかね。優秀。あ、で、すっごい濃くなった。あー、すーごい綺麗。あ、めっちゃ綺麗。すごいね。そしたら次は、彫刻でやってみようかな。彫刻。ちょっとサイズちっちゃくしようかな。サイズ小さくして、まあ、ここら辺でちょっと置いて、フレーミング。この辺の位置だから、この辺ぐらいにしとこうかな。で、加工をスタート。おお、すごいすごい。あ、めっちゃ綺麗じゃん。すごいな。いや、すごいな。いや、めちゃめちゃ綺麗。いや、面白。まあ、せっかくなんで他のやつもちょっとやってみようかな。何がいいかな。このパターンとか面白そうだな。細かいやつ、細かいのがいいな。これで、もうちょっとちっちゃくして、反対側でやってみようかな。反対側で、で、よし、こんな感じにして、これで、フレーミング。ちょっとこういうとこはね、はみ出してるんですけど、これでどうなるか試してみたいと思います。スタート。かわいい。わかります？これ。めっちゃかわいい。面白い。いや、すごいな。いや、すごい。いや、本当にすごいわ。クオリティがちょっと。へぇー。まあ、素材パックの中にいろんな素材が入っていたので、ちょっとね。いろんな素材で試してみたいと思います。よし。ちょっと試しにこの石でできたコースター、これをね、やってみたいと思います。もう石ですよ、石。硬い。いや、いけんのかね、これも。楽しみです。で、デザインはね、今ちょっとざっくりこんな感じで作ってみました。で、これで、選択してフレーミング、まあ、だいたいこんなもんかな。 OK、 いきます。いや、どうなんだろう。早っ、終わった。マジか。おお、すごい。マジか。いや、すごいな、これ。かわいい。いや、見てくださいよ、これ。すご。もう商品じゃん。商品のクオリティ。いや、すご。いや、マジですごい。
うわぁ。いや、すごいっすよね、これ。ちょっとわかるかな。結構ね、文字小さいんですけど、めちゃめちゃ綺麗にできてる。いや、すごい。いや、マジで感動。すごい。次はね、この、なんだろう、紙ですかね。ペラペラの黒い紙をセットして、焦点がずれてるな。これは合わした方がいいかな。よし。で、デザインはね、こんな感じでまたテキストのこの形の中からね、適当に選んで作ってみました。で、素材はアートスクラッチペーパーにして、フレーミング。こんな感じかな。これでじゃあスタート。早っ。おー。すごいすごい。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。めちゃめちゃすごいんだけど。いや、印刷より綺麗かも。てか黒い紙に白い印刷って結構難しいですよね。てかできないのかな。いや、すごいなで、これはまあこんな感じにデザインして、で、まあ、素材はラウンドステンシルスティールドックタグ。金属だと分かりづらいな。こんな感じかな。できた。おー、すごい細か。触った感じはちょっとなんかこう少しザラつくかな。いや、ここまでできるんだな。まあ、金属とか、まあ、硬い素材の場合はレーザーの移動速度を遅めに設定するので、まあ、その分時間はかかります。まあ、時間はねかかると言っても全然早いですけどね。次はね、この3ミリ厚の合板、これをカットしていこうと思います。切れたかな。ちょっと設定が分かんなかったんであれなんですけど、いや、切れてない。あ、切れてる切れてる。おー、切れてる切れてる。あ、切れてる。おー、切れた。すごーい。もう切り文字できるね、これ。そういうことね。面白い。切り口はやっぱりこう焦げた感じで黒いですけど、めちゃめちゃこれ精度高いな。次はオプション品のスライドエクステンションを試していきたいと思います。まあ、これを使うことで作業領域が 400mm まで拡張されます。 F1 本体とスライドエクステンションを設置、まあ、キャブレーションを行い準備をしていきます。まあ、試し用に何か、まあ、長尺の木材を探してきます。長物の材料がね、ちょっとこれしかなかったんで 2x4、 ちょっと厚みがある、ちょっとね結構ボロボロの板なんですけど、これで一回ちょっと試してみようと思います。
動くのか。これが最初。加工経路の設定の際、ノブを回してネジ加工パネルを移動します。OK。よし。これで、あとあれだな。ウッドコースターとかの同じぐらいにしようか。フレーミングで。あ、こういうことか。ノブインジゲーターを回して印刷範囲の確認をしています。あー、なるほど。はい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 。で、このスライドを使うときは、これがね、閉まらないんで、ゴーグルをつけてしっかりとやって、目をね、保護していきます。スタート。彫刻で一文字一文字大きく、作業範囲が広がればそれはそれで時間はかかってしまいます。速度を調整して速くすることもできます。ただその場合は仕上がりが甘くなってしまうと思います。使っていて分かったことは、素材によって、電力、パワーとスピードの調整をしっかりやることが大事だと思いました。全体的な操作感、使い方はね、すんごくシンプルで簡単です。自分なりに煮詰めていけばいいものが作れそうです。いいね。瀬田から DIY チャンネル。0.5 ミリぐらいなんか掘れてるような感じですね。なんか看板とか、オープンクローズの看板とか、なんかあとはあれですかね。自立看板とか、お店の。なんかそういうのとかね、なんかいろいろと使えそう。なんかこれね、あの家にもちょっと DIY とかで、こう木にね、ちょっと印とかつけて入れときたいですね、なんか。多分キャブレーションとかね、しっかりやって、あとはもう、ここにローラーとかかませたら、結構長尺なものとかもいけそうな気もしますね。次は RA2 Pro を使ってみます。パーツやガイドを組み合わせることで、球体や円筒状のものに彫刻できるロータリーです。コップやグラスはもちろん、ボールとか、指輪とかにも彫刻できるのだから素晴らしい商品です。しっかりと芯出しをして固定をすれば、何でもいけるということだと思います。とりあえず試しに、僕がね、普段使っているタンブラー、これでいつもコーヒーをね、よく飲んでいます。多分素材はステンレスです。これにね、彫刻をしてみます。こんな感じか。これでいいのかな、ちょっとわかんないけど。ステンレス、硬い素材です。お試し用なので、マグカップの半周以上に彫刻をしてみたい。彫刻のね、感じも知りたかったので、文字は大きめでやっています。マグカップの角度調整ね、できるらしいです。この時はね、まだ分かってなかったのですが、なるべくね、平行に合わせた方が良さそうです。おお、できてる。いや、セッターから、すごーい。もう塗装じゃないんでね、こすってもそう簡単にはなんか削れなさそうな感じで。いや、しっかり。もっとちっちゃくてもよかったな。まあいっか。すごいな。いいですよね。文字のにじみみたいなものも一切なく、輪郭がね、はっきりしていて綺麗です。
まあ、ということでね、一通り X ツール F1 でね彫刻してみました。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、感想としてはね、全体的に操作はシンプルで簡単です。僕もねまだ1日半、まあ、撮影しながらの1日半なので、まあ、実質1日くらいでここまでできました。まあ、イメージとしては印刷に近いかなと思っています。まあ、実際はね印刷と真逆なんですが、まあ、印刷とかではできないもの、まあ、やりづらかったものにこうやって文字を入れることができる、しかもね自宅で、まあ、特にね小規模事業者さんとかにはね超おすすめです。まあ、このクオリティですから、ノベルティグッズとかはねもちろん、まあ、商品の刻印にもいいですし、まあ、使える範囲が広いので、まあ、簡単にね元は取れると思います。まあ、ちょうど使い切れる機能というのが僕みたいなレーザー彫刻機初心者にとっては使いやすいです。まあ、ここまでねクオリティの高い表現ができるのなら、まあ、個人的にはね超おすすめできる商品です。まあ、今回はねざっと初めて使ってみました動画なんですが、この X ツール F1 を使って、まあ、何かしらものづくり、商品づくりなんかに挑戦してみたいと思っています。頑張ります。ということで、ご視聴ありがとうございました。